美心楽趣味よ。なぜ、どうして、我が娘アナミカは目覚めるのでありますか。祈る者よ、死した娘のよみがえりを願うお前の祈りはすでに叶えられた。切り裂かれた肉体をつなぎ、こぼれ落ちた血を注ぐ、尽き果てた命を吹き込んである。ですが神よ、我が娘アナミカに母の声は届かず、何も答えてくれぬのです。祈る者よ、その娘の魂はすでに無産しているのだ。肉体を癒し、命は宿した。だが魂を戻すことは叶わぬ。単身にすがりつくのはもうやめなさい。アリゼ、下がるんだ。下がってたまるもんですか。こんな悲しいことを前に目をつむって見て見ぬふりなんて私にはできない。人があなたの聖域にまた我らの命を奪いに来たのか。違うわ。私たちはあなたたちに蛮神に頼るのをやめてほしいと、そう伝えるためにここまで来たのよ。娘を愛するあなたの気持ちは痛いほどよくわかる。私も大切な人を守れず失ったことがあるもの。嘆きもしたし恨みもしたわ。でもね、安心に祈りを捧げても不幸の輪廻が続くだけで決して幸せにはなれやしない。もう分かったでしょ。怒る者よ、確かに祈る者の望みは決して叶わぬ。しかし我は美しき輝きにより悲しみに蝕まれた心を癒し、神の前にはべる喜びを与えることはできる。心をねじ曲げてテンパードにして幸せな夢を見せたとしても、それは夢でしかないし、現実の不幸は消えやしないわ。どんなに苦しくても夢の中に逃げてはいけない。あなたが愛した娘と生きてたことを忘れちゃダメよ。そうだよ。それにね、蛮神は願いを叶えるためにクリスタルを喰らう。アナンダ族が生きる土地を殺しちゃうんだ。怒る者よ、それでも人に脅かされ怯えながら日々を生きるよりも、夢見る方がよほど幸福であろう。アナンタを脅かす帝国軍は私たちが追い返してみせる。だから、人は信用できぬ。だが信用に足る存在に作り変えることはできよう。我が輝きにより祈る者たちともども夢に良くするがいい。
我が輝きを拒むか、怒る者たちよ。だが今は他のあなたらに祝福を与えるのが先か。人よ、あなたの土地から去れ。そして二度と夢見る子らを脅かすなと同胞に伝えるがいい。ありがとう、この土地を救ってくれて。蛮神との戦いだけはどうしても頼っちゃうね。アナンタ族はやっぱりすごい量のクリスタルを持っていたよ。私たちもそうだけどさ、人はみんな弱いね。神を殺したのか。なぜ殺す、なぜ奪う。もう我らあなたを虐げるのはやめてくれ。そうじゃないよ、よく聞いた族長さん。私たちはみんな弱い、弱いから何かにすがる。でも弱いからこそ蛮神じゃなくて、共に生きる仲間と支え合ってほしいんだ。そうすればいつか必ず私たちは理解し合える。ねえ、アナンタ族にとってクリスタルの装飾具は心を映す大切なものなんでしょ。だったらその心を蛮神に捧げて溶かしちゃダメだって。お前たちが戦いに命を賭すように、我らは心を捧げて平和を取り戻す。今は分からなくてもいい。でも私たちはあなたたちと同じ平和を望んでいるの。いつか分かり合えるはずだよ。出て行け。お前たち人の言葉に騙されはせぬ。すぐにあなたの力。わかった。今は出ていくよ。でも私は諦めないよ。だって私たちとアナンタ族は同じギラバニアに生きる隣人なんだから。行こう、アルフィノとアリゼイが待ってる。
見ろ、薄汚い偽帝国人のお帰りだ。蛮族相手に敗れて泣きながら逃げ帰ってきたとか。あまり足ざまに言うのは酷というものですよ。言葉巧みにゼノス殿下に取り入って地位だけは得ましたが、所詮は無能な荒巫語人なのですから。ああ、確かに配慮に欠けていたな。しかしこうも聞いたぞ、殿下の寵愛を賜るために言葉だけでなく体も使ったと。おやおや、道理で出世が早いわけです。とはいえ今回の失敗で終わりでしょう。分不相応の出世など望まなければ生き残れたでしょうに。千人隊長、フォルドラ・レムルプス、ただいま帰還しました。何を怯えている？ドクロの処刑人とまで呼ばれた強者らしくもない。貴様でも死が恐ろしいか。私が恐れているのは、何も成し得ぬまま戦場ではない場所で死ぬことです。己の力で何かを勝ち得たという誇りと共に死にたいのです。確かに貴様の力など取るに足らないほどのもの。しかし未熟ゆえに何かを掴もうとするその熱情の炎が周囲を燃やし、焦がしてゆく様を俺は気に入っていた。はっ。さて、貴様は解放軍との戦いに敗れたばかりか、アナンタ族への対応を誤り、万神召喚のきっかけを作ったそうだな。何か申し開きはあるか？ありません。すべては私の力量不足によるもの。いかなる処罰も甘んじて受けるつもりです。殊勝なことを。だがくだらぬ演技が透けて見えている。本音を語らねば、言葉通りその首をここで落とす。力が。力が欲しい。私を罵る全てのものをねじ伏せるだけの力が。そうだ、それでいい。ならば機会をくれてやる。超越者たる力を手にする機会を。命を懸けるだけの気概があるのであればな。超越者たる力。今日この場で失うことすら覚悟した命です。そのような力を得られるのなら何をためらう必要がありましょう。